ザカリア・パリア・シュビリ、ザカリア・パリア・シュビリは、グルジア国民学派を開拓した作曲家。一般には、ザハリー・パリア・シュビリというロシア名でも知られている。グルジアで発行されているニラリ紙幣に肖像が使用されている。少年時代に、地元のカトリックの聖マリア教会において、聖歌隊員として歌う傍ら、オルガン演奏を学ぶ。 音楽の手ほどきを後に指揮者となったニーワンから受ける。1887年にトビリ市に移り、やはりカトリックの聖マリア秘書天協会の聖歌隊に加わり、ついには同地の音楽学校に入ってフレンチホルンと作曲を学んだ。1900年から1903年までモスクワ音楽院にてセルゲータネイエフに作曲を指示。帰国してすぐ、 民謡を収集し、グルジアフィルハーモニー協会の創立者に名を連ね、トビリシュ音楽院の院長に就任するなど、グルジアの国民楽派の発展に大きな役割を果たした。パリア・アシュビリは民謡主題によるグルジア組曲などの還元楽曲を作曲したが、おそらく歌曲や合唱曲の作曲家としてとりわけ名を残している。また、アブサロムとエテリ、ハクボなどの歌劇も手掛けた。 クルジア国家の作曲者でもある。聖教会の聖歌も作曲しており、聖魂区与安聖大礼儀の全曲を作曲している。ありがとうございます。